こんにちは、猫谷です。今日はハッシュタグ視覚障害者が嬉しいと感じた配慮ということで、銀行員さんの神対応の話をしたいと思います。前回 の、 日本円をオーストラリアドルに変える、一人でちょっとやってみたっていう時に、銀行員さんの初めて行った時はですね、ちょっと塩対応っていうか、単なるそのどう接していいか分からなかっただけだと思うんですけど、いざそのオーストラリアドルを受け取りに行った時にですね、すごく親切にしてもらったので、そのことを早く動画撮りたかったんですけど、遅くなってしまってすみません。で、ちょっと一回置きますね。で、それを今日お話ししていきたいと思います。はい。で、その前にですね、最近YouTube やってて、植物系というかですね、ガーデニング系の YouTuber さんで仲良くしていただいてて、桃姫さんとかもね、よくね、いろいろ教えてくださってありがとうございます。で、観葉植物と猫さんがですね、コチョウランとか観葉植物を育てていらっしゃると思うんですけど、多分私のことをね、多分意識してくださってると思うんですけど、説明がね、とってももともとなのかもしれないけど、とっても丁寧で詳しくて、私は視覚障害者なのに、ついついこうやってとかこんな感じとか言っちゃうんですけど、そのコチョウランの植え替えのやり方とか、いろんなそのペットボトル工作の様子とかですね、言葉で説明してくださるんですね。こう根っこがこうどう茶色くなっててとか、詳しく説明してくださるので、すごく私目に浮かぶんですね、その様子が、だからね、それも視覚障害者が嬉しいと感じた配慮、ぜひね、植物に興味のある方は見てもらえるとね、視覚障害者の方でもね、すごくね、いいです。ありがとうございます。はい、おすすめです。もう一つは、ちょっと一回止めますね。はい。で、最初にこれをね、ちょっと説明しておきたいんですけど、これは眼科さん、ロービジョンケアのある眼科さんに、最初その視力がだんだん弱くなっていって、一番やっぱりその字がもう見えるか見えないか、だんだん字がもう見えにくくなってきて、もう頑張って見てるけど、すっごい目も疲れるし、字が見えなくなっていく時が一番辛かったですね。今現在私は視力は 0.02 くらいなので、今はね、もう諦めて字は見えないって思って、すごい大きなアルファベットとか、カタカナとかですごい太い字で大きい字とかだったら、なんとか分かったりする時もあるんですけど、なんかね、字が見えなくなっていく時が一番辛かったですね。今はその見えないなら見えにくいなら見えにくいなりに、ボイスオーバーとか音声入力とかを使って、それを補助してくれる、サポートしてくれる機能とかがあるのでね、もう見えないって諦めてるので、今の方がもしかしたら楽かもしれないです。で、その一生懸命なんとか見えてて見えにくいので、その時にですね、そのロービジョンケアを行くようになったんですけど、その時にその視能訓練士さんが、もう本とか読むのもなんか辛い、こう字をね、こう行をね、追いかけて、今どこ読んでたのが分かんなくなるっていうことをね、話したら、これをね、パッと初めて行った時にね、くださったのかな、これ差し上げますって言って、これはですね、まあ、見て分かると思うんですけど、これは牛乳パックになんか黒い紙を貼ってこう切り抜いてあるだけなんですけど、でここを読みたいって思った時に、そこに合わせてこう読むんですね。これをずらしていくみたいな感じで、この書類もしかしたら逆さまかもしれない、その時はちょっと恥ずかしいな。で、こうずらしていって、こういう風にしたらいいですよって言って、これをくださって、ああこれすごいいいなと思ってしばらく使ってたんですけど、もうね、今は諦めてるので、どっかに直し込んでて、それを探してちょっと引っ張り出してきました。で、だからね、字を書く時とかも、ここになんか字を書くっていう時に、これを合わせてここに字を書いたりするのも、いいと思います。ちょっと見えにくくなっていた時にサポートする、自分でもね、多分作れると思うんですけど、こういうのがあるので、これをまず紹介しとこうと思います。はい、はい。で、その銀行員さんの神対応の話にいよいよ移ろうと思います。
でそのオーストラリアドルを受け取りに行くときに、やっぱりねその書類を自分で書かないといけない。で一人で行ったからね。であの私字書けないんで書いてもらえま代筆してもらえますかって言ったんですけど、やっぱそういうのはよあのできないんですよって。やっぱねできないんでしょうね、お金が絡むことだしね。でだからなんとかね私書こうと思えば書けるかなって、あの例えばそのヘルパーさん来てもらう時のいろんな契約書とか絶対こう自分で書かないといけない時とかがあるので、なんとかその時はですねあのまあ本当にあの見えてないけど感覚で書いてますね。見えないけどだから字すいません多分下手くそだと思うんですけどって言って書いたら、いやいや綺麗に書けてますよってあのね言ってくださるんですけど、そんなことはないと思うんですけど、でその時はこうここからこういう風に書いてくださいっていう感じで、ちょっとやりにくいな、ここに手をこうこれ人差し指と思ってくださいね、 ここに書いてくださいって、こんな感じでここからこれぐらいのとこに書いてくださいって言ってそこにね書くんですよ。こう見えないけど噛んでね書いたりしてます。だからそんな感じで書こうと思ってたんですけど、うん、でそんな感じで書きました。でこうこっからこういう風に、ね、書いてくださいって。でその時にですね銀行員さんがあの大体みんなこう1本こっからこういう風に書いてください、でそれでねなんとか書いてたんですけど、その時の銀行員さんがこうここからここまでってここまでっていうのをしてくださって、だから2本指を使ってねここからここまでって表してくださって、そこに私は必死にボールペンで字をね書いたんですね。で四角の中とかに数字書いたりするのもなんとかね頑張って書いたんですけど、本当に銀行員さんとの共同作業であの頑張って書きました。でその時に私がまず感動したのは、だいたいこの始まりだけあの今まではね私も含めてこう指示してもらってたんですけど、終わりにも指を添えてくださったっていうのが初めての体験で、すごいと思ったし思いました。そしてさらにこう私ねこうついついこうついついというかね見えないからねボールペンが当たっちゃうんですよ、その銀行員さんの手にね。だからねこう銀行員さんの手はねきっと私のボールペンでね汚れたと思います。だからすいませんボールペンついてますよねって言って、いえいえもう全然気にしないでくださいって言ってねあのしてくださいました。で2人で頑張って共同作業して書類を書き上げて、あのなんとかねオーストラリアドルを受け取ることができました。ですごくね嬉しかったんですけど、その時にこれを思い出したんですよ。であ私いいの持ってたのにと思って、もうどっかに直し込んでてね今探して引っ張り出してきたんですけど、これやっぱね持ってるといい、そういう書類を書く時とかにもこれいいなと思いました。はい、とその時に、滞りなく用事が終わって、帰る時にですね銀行員さんがあの手引きあのサポートしてねこう一緒に歩いてくれることをね手引きって言うんですけど、あのその時にこう大丈夫ですあの私に捕まってくださいって、あの肘をね私の腕に捕まって大丈夫ですよって言って道案内を、ね、してくださったんですよ。ソファーとかがやっぱいろいろあるからあのそんな風に誘導してくださったんですね。その時に私は思ったんですね、あすごいなんか勉強されてると思って、あのだいたいね例えば友達とかとどっか行く時にあの友人とかだったらねあのまず私の腕をね持つんですよ、うん、でだからなんていう あの怖いんですね腕を持たれると、なんか腕を持たれるとなんていうかな、でそれはねもちろん親切で腕を持って誘導してくれる引っ張ってくれるみたいな、うん、なんかねそれってね怖いんですよ。でそれをなんか逆にあ私が捕まっていいって言って私が捕まるんですけどね、その友人とかの腕を掴むみたいな感じで、普通はねそれがね多分普通だと思うんですけど、すぐまず第一声が私の腕を掴んでくださいって言われたのがねあのすごいなって思って、なんかきっとなんかあれから勉強されたんじゃないかなと思って、あのなんかね嬉しかったです。はい、
なので、そういう嬉しいことがありましたということで、今日はハッシュタグ視覚障害者が嬉しいと感じた配慮でした。はい、ということで、この白杖ですね、白い杖、私は視覚障害者ですよっていうことを周りの人に知ってもらうための、これ伸ばすんですけどね、白杖、と自分の安全、こう段差とかを、危険物とかを探すと、安全に歩くための白杖なんですけど、この白杖を持ってると、嫌な思いをすることもごくたまにありますけど、そういうふうにね、基本的に人の優しさや親切に触れることがたくさんあります。なので私もそうなんですけど、外に視覚障害者になってね、外で歩くのがね怖いって思う時もあるけど、そういうこともあるよっていうことが今日は伝わればなと思います。はい、では、今日の動画は以上になります。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。